は蒲田の数あるインドカレー屋さんの中で一番大好きなお店を紹介します。蒲田駅東口から徒歩3分くらいにあるエベレスト。店内はこんな感じ。絵とかお面がたくさん飾ってあるね。これがメニュー。ランチはなんやサフランライスも食べ放題なんだ。運ばれてきました。2種類のカレーとサラダやドリンクがついてくるんだね。まずはサラダから。ごまドレッシングがかかっててさっぱりしてる。ナンを食べよう。顔より大きいね。まずはカレーをつけずにそのまま。ここのナンは他のお店よりも甘みが効いてて何だけ食べても美味しいの。甘い、甘くて美味しい。ケーキ、パンケーキ。カレーはいつも激辛で頼むんだけど、ナンの甘みがいいアクセントになるからついつい食べ過ぎちゃうんだ。チキンはナンじゃなくてサフランライスでいただきます。口の中が辛くなったらマンゴーラッシーでリセット。何のおかわりを半分ください。美味しいからおかわりしちゃうよね。気合入ってんな。最後はママのデザートのヨーグルトももらっちゃいました。ごちそうさまでした。今日も動画を見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。じゃあバイバイ。